んまに昔はそんなでした。ありがとうございます。串打ち3年、先5年、焼き一生とか、うん、手前だったら分かると思います。はい。お元気で、お元気です。はい。お元気でやって。結構これも昔からやってますよ、ね。そうなんですか。ほんまに昔はそんなんですか。
こっちから置きますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。熱いんですよ。ね。戻せ。これをずっと練習させる。手でですか ?5 本ぐらいずっと並べられて、こうやって手で。ちょっとしばらく冷やします。はい。はい、お待ちしております。お待ちしております。この、硬いものから柔らかいものと順番に。あ、そうなんですね。柔らかいものを早く持てるから早く。この辺は辛いのです。いや、これプラスチックでしょ。はい。ね、熱で何本今のプラスチック硬くでもね、はい、やっぱガラスに変えんかったら、ガラスのレンズやね、これ。ああ。やっぱ熱でね、はい、シューッとスモーク入ります。いや、これ山のやつでしょ。はい。そこで顔でも引っ掛けたらもうシューッて。あのすりガラスになります。あの、やけどを繰り返してるうちに、はい、皮が硬くなってきますから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。金利は特権です。いいよ。
ありがとうございます。アップデートされてるもんな。そう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 趣味やないよね。そうそうそう、はい、白焼きのサラください。はい、白焼き上がりです。浸水2丁です。焼くことによってニラ玉が苦くなくなる。そう、破裂していって、はい、で染み込みはするんですけど、不思議に苦味が緩和していく。ほぼ全て感覚です。やらな覚わらへんっす。まあ、ニラ玉全部潰れましたよね。はい、この状態になったらタレをつけて、こっちで切るんです。あっちでやるとタレが苦くなっていくんで。あれで全部なりますよ、これ。ほら、うなぎ焼いたらあとこうなるんだ。なります。綺麗な手にはならんす。まあ、年取ってる方は、要はうなぎの身をつけて、はい、骨をわざと短くしてやる。はい、で食べやすくする。はい、こっち側は、まあ、うなぎはちょっと若いんで、はい、わざと身を取って、はい、肉感というかを残す。あ、っていう違いを、はい、まあ、先分けるっていうのがうなぎ先です。はい、ありがとうございます。